スーパーで売られているタイ料理の素を使ったレッドカレーの作り方が知りたい。今回のプクコさんからの指令は、タイのスーパーでよく売られているタイ料理の素を使ってみたことがないので作ってみてということだったので、今回はレッドカレーを作ってみたいと思います。じゃあプクコさん見ててください。本場タイでタイ料理を学んだお料理上手の奥様ひとみさんのアドバイスを受けながらお料理します。材料はこちらです。今日は鶏肉とお野菜お好みで、今日はナス、トマト、オクラを使っていきます。あとしめじ半袋、最後にお好みでナンプラーとバジルを足していきたいと思います。そして今日重要なのがこちらのココナッツミルクとレッドカレーの素です。タイのナス、マクアポは皮が硬く煮崩れしにくいので煮込み料理に使われるよ。手順がですね、まず 240ml のココナッツミルクとこのペーストを混ぜるそうなんですけれども、これが 250g なんですね、ココナッツミルク。どうすればいいですか？全部入れてください。はい。じゃあまずこれ全部入れちゃいたいと思います。このレッドカレーのペーストを入れて混ぜたいと思います。こんな感じ？中がですね、いや、真っ赤でちょっとドロッとした、こんな感じですね。ドロッとしてるので混ぜづらいかもしれないです。結構くっついていきます。じゃあ一旦こんな感じで火にかけたいと思います。電源を入れます。この後はですね、お肉 250g を加えて、あとはお水 240ml 加えるそうですね。鶏肉 250g 加えていきます。ココナッツミルク 250ml の場合、水は 230ml でとろみをキープ。 230ml 入れたいと思います。残り 30ml 入れます。すごいなんかとろみがついてきた気がします。ちょっと混ぜてる感じが重いかもしれない。お肉いい感じですかね。そろそろお野菜加えたいと思います。なんかこのタイのナスがレッドカレーっぽさをすごい引き立ててる感じがします。でしめじもこのタイミングで入れていきます。すごい具がいっぱいですね。ではこの状態で10分ぐらい煮込んでいきます。10分ほど経ってできてきたみたいなので開けてみます。すごいなんかレッドカレーっていう香りがもう鍋開けた瞬間にしますね。ちょっと味見してみます。あ、クリーミーででも辛さがあって美味しいです。あと最後になんですけど、ナンプラーはお好みで足すといいそうなので足してみたいと思います。あ、なんかさっきより味が締まった感じがして美味しいです。ナンプラーが苦手な方は入れなくても大丈夫です。香りが飛ばないように火を消してから、お好みでバジルを入れたいと思います。これで完成です。ココナッツミルクの味が出ててクリーミーです。でその中にも少しレッドカレーのピリッとした辛さがあるんですけど、クリーミーさの方が強いので美味しいなと思います。10分ぐらい煮込んだだけでお野菜にもお肉にも味がしっかり染み込んでいてとても美味しいです。ナンプラー入れるとなんか味が締まった感じがします。苦手な方は入れなくても全然美味しいと思います。
ご飯だけじゃなくても他の麺類とか入れても美味しいと思います。グッドボタンとチャンネル登録してね。